S, S エピソードは、フロムソフトウェア制作、バンダイナムコゲームス発売のプレイステーションシリーズ向け、ロボットアクションゲームシリーズ。ロボットアニメに登場したロボットを、そのパイロットとして操る、エースロボットアクションである。スーパーロボット対戦シリーズ同様、作品の垣根を越えて戦う、クロスオーバー作品。ACE 第一作。アーマードコアシリーズのフロムソフトウェアと、 スーパーロボット対戦シリーズのバンプレストがタッグを組んだ。すべてのロボットのサイズが原作に忠実に描かれており、全高6.9メートルのダンバインと全高24.2メートルのニューガンダムが戦うことも可能である。プレイヤーはロンドベル隊の一員として活動する。ミッションと呼ばれるステージをクリアし、 シナリオを進行させるキャンペーンモードの他に入手した機体を使用して二人で対戦を行うマルチプレイ一度クリアしたミッションを自由にプレイできるフリーミッションのモードが存在するが一作目のみフリーミッションは一度エンディングを見ないとプレイできないようになっている特徴的なシステムとしてエースポイントがあるミッションの達成率操作技術などの項目があり 評価が高いほど多くのポイントがもらえる。その際、ポイントの量により、ルーキー、ベテラン、エースといった評価が下される。その他、ミッション中に攻撃を連続で当てることでより多くのポイントを入手することができる。エースポイントを使用することで新規に機体を参入させたり、機体を改造することになる。その他、 各、ミッションごとに、シークレットポイントというものが設定されており、秒以内にボスを倒すや、チェーンを秒以上つなげるといった条件を満たすことで、達成となる。シークレットの達成数は各式体出現の条件となっている。キャッチコピーは、背負えるか、エースの宿命。統一地球歴44年。 地球統一機構所属部隊ラーカイラム隊が難民移送船団を襲撃、虐殺するという事件が発生した。物語は、ラーカイラム隊がなぜこのような暴挙を起こしたかを追想する形で進行する。事件発生の1年前に UCE の基地が襲撃され、ポセイダル軍によってある機密物資が奪取された。ラーカイラム隊は UCE の中核組織、 OZ の総裁であるデルマイ友好の命令を受けて機密物資回収に向かうが敵の攻撃を受けた機密物資は大爆発を起こす。機密物資の中身は E2 と呼ばれるあらゆるエネルギーに反応して爆発的に増幅させる物質だった。OZ はこの E2 を利用して新兵器を開発し宇宙意味への弾圧を計画していた。 OZ の方針に反発したラーカイラム隊は UCE を違反し地球圏を制圧しようとする OZ やティターンズの野望を阻止する一方 UCE への攻撃を行うポセイダル、グラドス、ギガノス、ネオジオンと交戦する。ゼダイの門における決戦の末に覚勢力は壊滅し UCE は 戦乱で発生した宇宙難民を受け入れることを発表したため、戦いは決着したかに見えた。だが、ラーカイラム隊を裏切り、ネオジオンの総帥となったシャーアーズナブルは、難民移送船団に偽装した無人船団に E2 を隠して降下させ、E2 の爆発で地球を寒冷化させる計画を決行する。ラーカイラム隊は事前に計画を察知して、 戦団の地球効果を阻止するが、OZ の情報操作によって難民虐殺の濡れ衣を着せられてしまう。ネオジオンが最後の E2 を火星に引徳していることを知った。ラーカイラム隊は身の潔白を証明することを捨て、シャートの最終決戦に挑む。主題歌、島谷瞳 NCE 第2作。前作とストーリー上の関係はない。今回の母艦はアルビオンである。 インターミッション中には半券を超えたキャラクター同士のセリフの掛け合いがフルボイスで再現されるなど前作よりキャラ演出が大幅に強化されたほかオリジナルの主人公が用意されシナリオの進行に大きく関わることとなったプレイヤーが使用可能なパイロットには 3D の頭部モデルが用意されカットインに使用されている 2007年11月29日に、アナザーセンチュリー S エピソードにスペシャルボーカルバージョンとして、ボーカル付き BGM を新たに収録した連歌版が発売されたが、主題歌が廃止されている。キャッチコピーは、心に刻め、エースの絆。前作とのストーリー上のつながりはないため、地球連邦軍と、ジオン軍との通称、一年戦争が、 地球連邦軍の勝利で集結した後の世界という設定。統一歴57年。地球統一政府は、月面植民地の一部が設立した、統一帝国ギガノスによる軍事侵攻、及び突如、木星方面により飛来した無人兵器軍の襲撃、さらには海底に出現した巨大一石、オルファンを占拠したリクレーマーとの武力衝突。 これら三つの勢力との戦争状態にあった。UCE は、軍備増強のためガンダム開発計画を推進。そのガンダム施策2号機が、ジオン軍残党のアナベルガ島によって強奪される、ところからストーリーが展開する。デラーズフリートを支援するため来襲する、ギガノス軍、さらには、UCE の旧兵器軍を操る、謎の勢力の妨害により奪還は失敗。 新型機ガンアークのテストパイロットであるタック・ケプフォードは謎の勢力との交戦中、危ういところを同僚のマリナ・カーソンに助けられるが、マリナのノルガンアークは暴走し、敵機を道連れに爆散してしまう。地球連邦軍アルビオン隊の所属となり、各地を転戦するタック。敵勢力との戦いの中現れたガンアークに告示した機体は、 バスターアークと呼ばれ、軍事施設に対して、所属にかかわらず無差別に、衛星軌動上からのビーム砲撃を仕掛けてきた。デラーズフリートやギバノス軍が戦いに敗れ、弱体化した頃、それに乗じる形で対頭してきた UCE の、旧兵器軍を率いる人物は、自らを、アルバート・ライメンと名乗る。それは、ガンアークを含むアークシリーズの生みの親で、その才能を受とまれ、 UCE から追放された技術者の名前だった。全世界に対して戦線布告するアルバート来年。その勢力に属するバスターアークのパイロットはマリナだと判明数百機の衛星砲ガーディアントリンクし地球へ落下するコロニーの軌道を変えられるほどの強力なビーム砲撃が可能な機体を借り、マリナは敵としてタックの前に立ちはだかる。 再三の説得にも応じない、マリーナ、なお、人類の脅威は、来年勢力にとどまらず、暴走する、デビルガンダム、異世界、バイストンウェールより現れた、ドレーク軍、木星トカゲを送り込んでいた、木星連合、異星からの侵略者である、ポセイダル軍とグラドス軍、さらには、圧倒的な戦力を有し人類最大の脅威となる、戦闘種族のゼントラーディと、メルトランディ、 次々に現れる敵勢力により戦果が拡大する中、バスターアークと同じくガンアークにもガーディアン制御機能があることが判明した。そして来年勢力との最後の戦いの後で解明されたアークシリーズの開発目的。それは地球圏防衛のために来年博士が打ち出した来年プロジェクトの核となる機体であり、 事態を予見していた、来年博士の最終目的は、いずれ現れるであろう、外宇宙からの脅威を、すべてのガーディアンによる、一斉砲撃のエネルギーを機体に集約、増幅して、再砲撃することで、数万隻からなる艦隊であっても殲滅する、というものであった。しかし一斉砲撃の増幅を実行すれば、機体は、耐久限界を超えて自戒してしまい、 搭乗者も助からない。それをタックに先んじて知ったマリナは、自分とバスターアークが犠牲となり、地球を守る覚悟で、大切な仲間であるタックにガンアークとガーディアンを、使わせまいとしていたのだった。協力すれば、事態を打破できる、と信じて疑わない、タックの熱意に負けてマリナは投降し、受け入れるアルビオン隊。残る敵は、数万隻のゼントラーディ艦艇で構成された。 ゼントラーディ軍、ボドルザー艦隊。UCE は、アルビオン隊に、ナベシコ、マクロスを加えた陣容で、敵機関、ゴルグ・ボドルザーへの総攻撃を観光する。主人公、サイド・テキ・サイド・マークは、シリーズ初登場作品。マークは、大型機体であり、時期に選択した場合、両機の選択不可能になり、そのため短期出撃になる。 スペシャルボーカルバージョンに収録されたボーカル入りの BGM。長時空要塞、マクロスアイ、覚えていますか機動武闘伝 G ガンダム機動戦士、ガンダム WO スターダストメモリー新機動戦機、ガンダム W エンドレスワルツ機動戦艦ナデシコ青木、流星 SPT レーズナーブレンパワード、聖戦士団バイン重戦機、エルガイム気候戦機、ドラグナー主題歌。 アイナイ・リナエー ACE 第3作にして、最終作との歌い文句だったが、アナザー・センチュリー・ S ・エピソード・ R が2010年に発売されたため、最終作ではなくなった。前作と比べ新規の登場作品が非常に多い。オリジナルキャラクターデザインは、アトラスの添島主撃、オリジナル機体、イクス・ブラウのデザインは、元フロムソフトウェア社員の柳瀬隆之が担当。また、 今作には ACE シリーズにおける初のスーパーロボットアニメであるシン・新ゲッターロボ世界最後の日が登場している。今作の大きな売りとしては各作品の主題歌や BGM を戦闘中に流すことができる点である。また前作のパイロットごとの頭部 3D モデルは廃止された代わりに主人公をはじめとする一部のキャラクターには全身 3D モデルを用いた。 トゥーンレンダリング描写が用意され、ストーリーの合間のデモムービーに使用されている。また、機体のサイズ差がさらに大きくなり、全高10メートル以下のダンバインや、キングゲーナーで全長6000メートル以上のマドラゴンと戦う、ステージもある。システム面では前作ほどの大きな変更点はないが、チェーンが廃止されたほか ミッション中の戦域が広がり、敵の拠点を制圧する要素が増えた。ストーリーモードでは、ルート分岐が採用され、通ったルートによって、仲間にできる期待が異なるという要素が加えられたが、選択したルート次第では通っていないルートに、関係したセリフを言うこともあり、今作のストーリーモードは2周目で1周目とは逆の、ルートをプレイすることでそれらの展開がわかるようになっている。 また、前作にも登場したリミッター解除は、一度解除した、あとは解除するかしないかを選択することができるようになった。キャッチコピーは、戦場に響く歌声が、エースの魂を揺さぶる。前作での戦いから3年後、地球統一政府許しいは、地球連邦政府へと名前を変えたが実態は変わっておらず。 地球史上主義者主導によるスペースの井戸への弾圧が続いていた。そのため宇宙を拠点とするネオジオン軍、ギガノス軍の残党、木星連合残党、火星の後継者が決託武装放棄して連邦軍と敵対している。ごく普通の高校生であるバレル・オーランドは、街に突如現れた後退コーラリアンに襲撃され、逃げる途中、イクスブラウに乗る。 連邦軍の女性士官兵に助けられ、コクピットに乗せられる。初めて乗るマシンに、パイロット適性を示したバレルは、そのまま、戦時特例で、パイロットとして、連邦軍の独立部隊、ロンド・オベルに編入され、戦艦ナデシコへ配属される。その後、十数年前に事故を起こして放棄されていた、ワープ実験施設、バルドナドライブが、謎の武装集団に占拠され、 鎮圧に向かったナデシコ隊の前に、ブラッドアークをカルベルクトという仮面の男が現れ、バルドナドライブを起動させる。装置の起動によって、平行世界の地球に飛ばされてしまったナデシコ隊。もう一つの地球も、また宇宙移民との戦争と異生物の襲来で、混乱の中にあったが、向かう先々で、ベルクトはバレルに対し異常なまでの敵意を向け、ナデシコ隊の妨害をする。 戦いの中バレルは、ベルクとの目的が、戦争で利用される、膨大なエネルギーを集めて、バルドナドライブでそのエネルギーを使い平行世界の、境界を押し広げ、二つの地球を衝突させることだと知る。ストーリーは、ACE2 の続編である。平行世界のゲッター、エウレカ7、ガンダム X、キングゲーナーを軸とし、劇場版なでしこ、ドラグナー、逆襲のシャー、 リーンの翼、マクロスプラスがそれに付随する形で話は進行する。前作に引き続き登場作品では、ドラグナー、G ガンダム、ガンダム W、ブレンパワード、ガンバイン、マクロスに原作終了後の設定。また、ドラグナー、マクロスとガンダム W を除いて、本作のストーリーに絡まない、ゲスト扱いに近い。ガンダム、ガンダム、 ガンダムシード3作品は、機体とパイロットのみの参加。主人公、サイドテキサイドその他マークは、シリーズ初登場作品。今作の BGM には、ボーカル収録曲が15曲、ボーカルなしの曲が9曲収録されている。アーティスト名が書かれているものは、ボーカル付き。なお、設定によっては、ボーカル付きの曲も、ボーカルなしのインスト曲として流すこともできる。 機動戦士、ガンダム機動戦士、ガンダム逆襲のシャー新機動戦機、ガンダム W エンドレスワールツ機動武闘伝、G ガンダム機動新世紀、ガンダム X ガンダム機動戦士、ガンダムシード新、ゲッターロボ世界最後の日劇場版、機動戦艦ナデシコ、ザ・プリンス・オブ・ダークネス。超時空要塞、マクロス・アイ、覚えていますかマクロスプラス聖戦士、 ダンバインリーンの翼ブレインパワード、オーバーマンキングゲーナー公共紙片エウレカセブン気候戦機ドラグナー、AC オリジナル主題歌、島谷ひとみプレイステーション産業ゲームソフト。前作、アナザーセンチュリー、S エピソード3ザファイナルから3年ぶりに復活。2010年8月19日発売。アナザーセンチュリー、S エピソード、R から翌年に発売された。 プレイステーションポータブル用ソフト。本作はミッション性を導入しているため、シナリオ性はなくなっている。2011年1月13日発売。オリジナルのテキキはバンプレストとフロムソフトウェアそれぞれでデザインされた。アナザーセンチュリー S エピソードにスペシャルボーカルバージョンまでは、全シリーズ作品発売当時の版権はバンプレストが所有していたが、 2008年4月1日の開発し会社吸収により、版権は、バンダイナムコゲームスに移っている。ただし、一部ユニットは、原寸とは違う大きさになっている、草む村、村雲マイナスの設定を用いたオリジナル機体、オーキスを乾燥での出撃のみ対象。ステーメンで出撃した場合は、両機選択ができるようになる。原作未登場の新設定機体。 サンライズ30周年記念として本作品で初披露された。デザインは大河原邦夫が担当。シリーズ初のスーパー系作品。ありがとうございます。